エルディン・ヤクポビッチは、ユーゴスラビアプリーエドル出身のサッカー選手。元スイス代表。レスターシティ FC 所属。ポジションは、ゴールキーパー。旧ユーゴスラビアのプリーエドルで生まれ、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争から逃れるために幼少期に、スイスに移住。グラスホッパークラブチューリッヒで、プロキャリアをスタートした。2006年3月、FC トゥーンから、FC ロコモティフモスクワに移籍。2シーズン古巣にレンタルされた後、2009から10シーズンに復帰したが、外国人枠の関係で登録を抹消された。12月にトッテナムホットスパー FC のトライアルに参加しだが評価を得るも結局契約には至らず、最終的にロコモティフとの契約を解除し退団した。ロコモティフ退団後はギリシャのクラブでプレー。2012年7月9日、3月にトライアルを受けていたハルシティ AFC と2年契約を結んだ。2017年7月19日、ハルシティがチャンピオンシップに降格したためレスターシティ FC に移籍。ヤクポビッチはその出自からボスニア・ヘルツェゴビナ代表とスイス代表のどちらかを選択することができた。2005年8月、ベルギーとリトアニアとの試合を控える。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表に招集されたが、出場はしなかった。2007年3月にも再び招集されたが、やはり出場機会はなかった。UEFA ユーロ2008に臨むスイス代表のメンバーに選ばれた。8月20日のキプロスとの親善試合に出場し、スイス代表初キャップ。2010 FIFA ワールドカップ。ヨーロッパ予選でも2試合にベンチ入りしたが出場機会はなかった。2008年10月、家庭上の理由でスイス代表からの引退を表明した。ありがとうございます。